皆さんこんにちは。一人です。一人のマックス村です。昨日の夜ですね、ブリアレーを降臨、ラマンチャの熱い風が来てまして、大体9時から新しい降臨が来るとですね、私生放送やってることが多いのでニコニコでなかなかこう動画を撮れないんですけれども、侵入しておきました。初見でございまして、パーティー選定とかもそのひよこ床があるっていうことと重力バリアがあるっていうその情報だけアップバンクの攻略記事でパッと知ったんでパーティー選定をした、そんな感じ。サブからいきましょうかね。最初で私が選んだのはアマックスは白をゲージでアンチ重力バリアで友情コンボが結構強い、悩んだんですけどナナミを入れました。アンチ重力バリアで反射で SS がババババって吹っ飛ばすやつなんですけど結構好き。あとホーミングとかねいいですね。でフレンドはこれリオナリなんですけどシンジを連れていきました。これも重力バリアで、SS が結構強い、あ SS じゃない、友情コンボが結構強いで友情コンボ強いんで別に運極枠が欲しいっていう感じです。選んだわけじゃないんですけど重力バリアで選んだ、アンチ重力バリアっていうところと貫通で友情が爆発でデイジーを入れました。この子別にひよこになってもいいやっていう前提で爆発要因としていてくれればいいかな。で非属性なんでそんな悪くねえなということで選んだ感じです。いきます。初見です。早速ひよこになってほしくない子があんな遠いところからアマクサシロが引っ張られちゃうんですね。これはひよこゆえの軽さで引っ張られるんですかね、それとも真ん中で障害物がないとみんなおお。あんなに引っ張られるんですな。悩ましいですね。個人的にはデイジーはひよこになってもいいんですけど、天草はひよこになってほしくないですね。で今天草さんひよこなんで別に友情コンボもそんなにちょっと威力軽減してるんで戻ってもらいましょう。あの扇風機ってあんな強かったでしたっけ、あんなに吸引力ありましたっけ。そんなに吸引力があるイメージではなかったのですが、やべ、まあバトル1なんでね、淡々といきましょう。淡々とこの距離だと天草は来ないですね。しますかね。おおおお、はい、じゃあ一回ひよこになって戻って通過しましょう。ひよこ床はですね、私はなんだっけ、キュベレ、あの時に散々苦しめられまして、やりまして、おお、ここは一個しかひよこ床がないパターン、1個だとね、万が一、おお、さすがっすね。あ、隠れてましたね、ひよこ床があそこに。じゃあ超リオナリ祭りには復活してもらいましょう。ひよこから、デイジーは爆発要因兼友情コンボ発動要因なんでひよこになってもらいましょう。よいしょ、いいですね。なんかルシファーとかも悩んだんですけど、重力バリアが出るっていうのと、まあひよこ床とかうんぬんでですねやめたんですよね、ルシファーは。
天草にしても調理よなり祭りにしても結構友情も強くないですか。ちょっとここは淡々といきます。この雰囲気、初見のこんな感じですか。なんかいけそうな雰囲気ありますね。よいしょ。キュベレーの時もありましたけど、このカメが出てきてヒヨコユカが1個っていう時はこう、このターンでヒヨコから全部戻ってねというなんかメッセージ的な感じで、次にボスですねってことは。ボス、ヒヨコユカが3つ。狙いますか。はい、はい、何もできませんでしたけど、真ん中に入ってもらえますか。よいしょ。おお、挟まると。ここだったら友情コンボ発動かつ2回ヒヨコ入ってもらいましょう。よいしょ。美しい。やっぱ強いですね。てか重力バリアが出てこないですね。重力バリアが出てこない。3つなんですよね、床がね。よいしょ。オッケー、うまい、グッチョブ。ピョ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 。一人だとグッチョブ出ないんですね。ほうほうほう。あと3ゲージか。横にはなりたくないけど、雑魚キャラが多いからあれですね。縦でいきましょう。レイジーで友情コンボ発動して、あとはヒヨコにならない、そういう方針で。てかめっちゃいいダメージ。リオナリとアマクサと全員で友情コンボ。よいしょ。ボスいそうじゃないですか。連れてきたキャラが良かったっすな。上杉謙信を連れてこようかとも思ったのですが、そうじゃなくてよかったな。十分十分ですね。いいですね。まあてかそもそも強キャラですからね、この子たち全て。いいもクソもないですけども、ヒヨコ乗るかな。走り乗っちゃうかな。お、乗らなかった。 OK。この子はヒヨコになってほしくないので、ちょっとギリギリで。よいしょ。なりましたね、ヒヨコね。はい、ヒヨコじゃなければ次 SS でも売ってやろうかと思ったんですけど、残念。縦一列。じゃあヒヨコになりながら SS じゃないや、友情コンボで。はい、どうぞ戻るんでね、ここだったらね。上で一回ヒヨコで戻ってきてからバイバイしましょうかね。よいしょ。おお、いいじゃないですか。それにしてもすごい吸引力だな。 SS 使います。下目で。よいしょ、戻ってこい、上まで行け。あれあれ、あかんっすね。リオナリをヒヨコから戻したいのですが、ワンツースリーで戻るかな。靴取ってまた上まで行っちゃおうかな。行きまーす。よいしょ。貫通かと思ったら反射でしたね。間違えました。ヒヨコにならないパターン。
はい、なんか普通にスピクリも全然いけそう。おお、すごい密集度。リオナリオをひよこから戻したいな。おお、いいですね。あ、なんかドクンドクンしてる、やべ。これぐらいで。で、2回踏んで、OK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 。よし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 。おお、これいいダメージ。1個だけ踏みてえな。ダメージ与えなくていいか。1個だけ踏んで復活させて、次 SS 使わせます。なかなか今日の私はいけてませんか。よし、オッケー。これで多分友情コンボで撃破します。よいしょ、天草、オッケー。おやちょっとこれ M4 じゃない ?M4 の実力じゃない。てかあれ重力バリアどこ。あ、最後だけ出てくるんだね。重力バリアが最後だけか。こんな感じでいきましょう。3回ぐらい当たんねえから、ボス。いきまーす。よいしょ。あかんな。ダメですね。ちょっと、これ M4 じゃないって、撤回します。これ M4 じゃないですね。7ターン。さっきの M4 じゃなかったです。まあ、さっきの M4 じゃなかったです。大丈夫です。自分も理解して安心してください。もういいや、多分もう出番ないんで、ひよこにもなっちまえ。しんちゃんかな、狙うわ。よいしょ。OK。おお、結構いいダメージ。さあ、身体に使いましょう。よいしょ。いいダメージ。さてさてさて。最後、ひよこ要因として十分に活躍してもらいましょうね。SS は使いません。しんちゃんからの天草。よいしょ。削り切れんか。おっと、やばくなってきた、やばくなってきた。直接でいけるだろう。直接いきます。あとしんちゃんのです、友情コンボ。よいしょ。これが初見でございますが、まあこんなもんです。まあそれにしてもあれですね、やっぱりちょっと寂しいですね、一人でやるっちゃ。ただ最後までやりきりましょう。ツードロップ。この子がブレアリオ、ブレアリオさん。ほうほう。そのロボットキラーとかが活躍するとかってなってたんですけど、あんまりね、ロボットキラーでね、いいのがいなかったんですよね、私。攻略アプリいきます。この子ですね、ブレアレオ。バランスアンチ。お、なんで、プラス値、タスの最大値が、色が赤くなったんだ。アップデート。まず、進化がさっきの子。お、ラックスキルがシールドなんですね。このシールドはですね、結構いいですよ。発動、結構発動するんですけど、発動したらダメージ1回につき1になりますからね。なんか敵のホーミングたくさん飛んできても5発食らっても5しか食らわないこととかありますから。攻撃力も高いし、スピードも高いですね。
飛行アンチウィンドで神化すると魔族キラー M アンチワープでシールド、なかなかいいじゃないですか。スピード遅いですけど、こっちスピードめっちゃ遅いですね。なるほど、こっち版キラー乗らなくて飛行になるんですね。でスピードそこそこですね。まあどちらでもお好きな方にお願いします。ちなみに私が狙ってる次の運極は、東海儀1月30日31日かなに降臨するマックス村井です。あのキャラクターでマックス村井っていうのがね今度出るんですよ、降臨ボスとして。降臨期間2日しかないんですけれども、夜大島くんと2人でですね運極作ろうっていう話をしてます。まああとはきっと神かそらです。いやすいません、1人でした。さよなら。